毎日更新ドグチューブドグマガザミです、昨日は100円でこのね懐かしい鉛筆削りが出ましたけどもね、すげえな。なもうちょっとこうさないのかね、演出的なものはね、子供なら泣く、子供が喜ぶ演出みたいなものはないんですよね一切ね。素晴らしいです。さあじゃあこの、妖怪メダルが入っているという妖怪ウォッチのこちら、一発目はですね、妖怪、ケズリーが出ましたけども、さあ今日も連日で行ってみましょう。さあ何の妖怪が出るんでしょうかね、行きましょう。よう出る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 妖怪メダルは出へんけん、絶対出へんけん、出へんけん。おこの明らかにメダルじゃない音、なんかなんだろうね、なんでしょう。んこれ何何これ、何これ、何これ、え、飾り、うわなんか怖い、よくわからない飾りがこれなんか悪魔を召喚するときにやるやつちゃうかなすごい、うわこれおっとろしいな、なんか大丈夫かこれ。これあれじゃない、八尾井純一さんがなんか宇宙人呼ぶときにこれ しとったやつちゃうな、これ日テレ特番みたいなやつあの玉出版のニラサワさんがこれしてたやつじゃない、これ懐かしいなこんなもんペロッと入っとった何が当たったんですか今まではね。いやすごいですね、何が当たりなんでしょうかね。さあということでこれは明日もやってみましょう。面白いですね、1個目が鉛筆削り、2回目がですねこの悪魔を呼ぶ、ブレスレット明日は何が出るでしょうか、お楽しみください。さようなら。チャンネル登録。